ここの水を抜くための手伝いをしてあげた人がさっきの伝爆で説すよ。か？な？ビールとは言ってない、ビール瓶と言ってる。犬どこ行った？犬どこ行った？和骨です。犬多分出れなくなってんだよな。いらっしゃい。あ、いた。そして犬がどっか行っちゃったんだけど。いた。大丈夫か？おい、そこでど待こて。までも追いこまこしで待て。て。行こさっきの伝説のレイダーが、カニが、俺、さっき水抜くの和骨です。手伝った人とは別？なんでカニと戦ってんだよ。なんでカニの中入っちゃったんだよ、お前。犬が鳴いてるよ。どうすりゃいいの、これ。あ、こっちから登るのか。犬が肉片になってるみたいな音してるんだけど。お前たちちょっと、貯める、ポイント貯めるあれで使いたいからさ。余計なことしないでほしい。いや、もう無理、犬。ワンコー。さすがに無理だ、犬。引き続きよろしく。この枠で何ができるかわからんが、なんとかしたい。この枠内、だってさっきの枠全部銃撃戦の枠だもん。和骨です。アルミ大事。いらっしゃい。引き続きよろしく。弾はいくらでも欲しいわ。重り、重さないし。へえ。伝説をクリティカルヘッドショットかな？無害層に水抜き依頼しておいて、その正体はレーダーのボスだったってことですかね？そういうことなの？なんかよくわかんなかったな。そんな見た目がわかんなかったわ。もっとおっちゃんかと思った。バーボン。このゲームを効率プレイしたらどんなことにいなや、るんだろう。多分、すげえ、簡単なんだと思うんだよね。別に。目的自体が戦うことで、一人も倒さずにクリアした人がいるって言ってたけど伝ね。説も一撃なら一発ですからね。そういえば当たってたね。マジかよ。物好もきともいもると手な。下を連れてきて作業させる予定だったところに金欲しそうな111のパパがやってきた。なるほど。てか、なんでこいつらこんなとこに。気づいてないんだけど、もう一人。お前違う。そうじゃない。外にいるんじゃない。なんで当たんねえの、これ。この武器なんで当たんない。ナイス、いいね。ナイス。伝説のレーダーじゃねえか、お前。勝てないよ。違う違う違う。なんかここにも伝説いたよ。ヘッドショット。違う。 あんまり強くない。これ強くない。犬頑張って。クリティカル使おう。そうね。おいしい。ナイス。犬ナイス。もうお前なんか、もうちょっとなんかドッグフード与えたりないの？バーベキュー部内。いや。連射が結構効くんですよ、そのレーザー。あ、そうなんだ。へえ。そういうあれだ。そういう特性があったの。打撃武器。さあ、この伝説は何が伝説なんだ？あれ？ そうでもねえやつだった。これか。はあ、なんかいっぱい字書いてあっレーて見ザーのえジねケットは？え。ふふん。いいレーね。ザーマスケット。お、忍び寄るものの、キャリブレートパワフル5、長えわ、名前が。戦闘中でない場合、VATS。なんだっけ？バッツか。バッツでの命中率が上昇。
戦闘中でない場合、アクションポイントの消費が増加？消費が増加？日本語って難しいわ。いらないんかい。いらないんかい。結構、条件厳しいね。え、で、終わりかい？いらないな。いらんのかい。かなり外れの部類。威力は低いしな。ありがざーす。生主向きだわ。これはこれで。なんだなんだこの。あー、聞いたことあるわ。別に何でもねえよ、これ。初見さん、いらっしゃい。へー、これ戻っちゃうだけじゃん。持ってる武器の名前の長さが伝説だったのか。そういう感じだね。なんか長い、肩書きばっかり長い。あれ、なんもないじゃん、もう。あらーん。ダクトテープどこだよ、そこか。犬がいるから。メス。ジェット。サマはステルスアタック時のみ有効ってことね。要は。こういう特殊な効果ありきボダランっぽいよね。ボダラン。俺、ボダランの一発目の敵が一発目に落とした武器が、めちゃめちゃ強いレジェンダリーで、これ最後までいけんじゃねえのみたいな、レベルだったんだよね。すごかったのよ。プレミアに追い出された。あれ、まあ、そんな人気なわけねえだろ。79人しかいないぞ。だから今回ちょっと期待してたんだけどね。ちょっとここら辺は犬に戻そうかな。あ、これで、ね、消火器もう犬だ。リロードとかボダランですよね。だからボダランだよね。なんかいろいろね、いい意味でボダランズより俺こっちの方が好きだ。でもなんか、おい、違います。全部で見ちゃおうかな。ウェイトソーと、これだ。ハンティングライフル。今使ってるやつは？まあいいわ。どれを俺今使ってるんだろうか。やっぱ面白そうだな、買おうかな。いや、面白いよ。一発で見たまんまよ。見たまんまよ。ダメージの効果があるやつとかいろいろあって楽しい。へぇ。もうちょっとなんか分かりやすい効果がついてるやつ欲しいわ。やりたいですね。TES ってなんだっけ？テストドライブ？違うな。俺、略称分かんねえからさ、されるともうそこで終わりだよ、話を。ツーショットのガウスが強すぎて封印するレベル。ツーショットのガウル。エルダースクロール。エルダースクロール。ああ。え？ザ。エルダースクロール。ザだった。ザがついたか。スカイリムとか、エルダースクロールシリーズね。問題はいくら時間か。俺でもあるよ、そういえば。エルダースクロール。日本に来てないやつ1個持ってんだけど、もう日本語じゃねえからできないけどさ。結局やれなかったね。ベセスダがノーダしましたからね。エルダースクロールじゃないの？9時。そうね。ヌカランチャー祭りが見えるな。細かいことはいいよ。ヌカランチャー祭りが見える。なんだって？そう、これ。これを渡しちゃった、間違えて。こんなもんでいっかーと思ってなくなったら考えよう。カーン。え、ここってこれだけ？まさか。あとこれか。ああ。いいです。オンラインでみんなでぬかランチャー花火大会やり。あ、オンラインの話してるのか。ガウスのダブルって、それ一本でどこまでも行けますね。何の話だーい。ここってこ、体力減ってんな。もともと権利持ってた会社が出そうとしたからやめられたとかだったと思う。はあ、あ、オンライン？あ、そう。そんなことあんだね。でもなんか、ねえ、出るのかなと思ったけど。そういえば、ワンコに核兵器預けたりもできるんですかね。できるでしょう。オンラインなんてやったらレーダーオンラインになっちまう。ヒャッハーする集団と
ねえ、なんかでっかい椅子がついたバイクを乗り回す行進が始まるよ。銀河万丈で声が。帰るか。あれでも下カニがいるだけだよね。ここなんもないじゃん。綺麗。能力アップの本とか落ちてても良さそうだね。え、何もなかった。これでここはクリアなのかな。思ったけどまだ全部集団とか出てきそう。むせるな。オフライン RPG だから良いんじゃないか。でも日本でそう考えるとさ、ボトムズオンラインとかさ、やりようあるよな。これをエンジンにそのまま使ってさ、なんかいろいろ作ろうと思ったら作れる気がする。みんなが大好きなあれとか、トラップ、ストラップ付きサックフード、サックフード、ストラップ、ちょっとどういうこと？あ、フードってそっちか。ご飯かと思った。食べ物かと思った。行くぞ。邪魔だぞ。みんな肩を赤く塗りたがるオンライン。最近やろう。肩は赤いが別に本物じゃないっていう。でもさ、あのガンダムのオンライン、スプレス3のガンダムのオンラインゲームでさ、ジムがさ、ジムがガンダムの色で出てくるとさ、それだけで戦場が荒れるんだよ。なんかとんでもない、あ、ガンダム来たみたいな。で、ガンダムがめちゃ強いんだよ。だからね、あれ意味あるよ。レッドショルダー来たーみたいなさ、あれはね、めちゃくちゃ意味がある。空とか飛べ、空飛べるのは聞いたことないね。だから色が違うだけとかさ、色が塗ってあるだけでも戦場では実はめちゃ意味がある気がする。めっちゃ強い戦車の形をしたただの軽自動車とかさ、それだけでもびっくりするでしょ。わー来たーって。おおお、あとった。ウモンジーさん戦法意味あったか。いや、あるでしょ。あれだって俺オンラインの時びっくりしたもん。ガンダムはね、やっぱ火力が全然違うから、火力も防御力も違うから、敵にガンダムいたらもう勝てねえよと思ったけど、よーく見たらジムな。ジムが色塗ってあるっていうね。色が塗れるあれだったからさ、ゲームだったから。あれはほんと笑ったね。みんなバタバタしてたもん。お前行けよ、お前行けよ、みたいになってたからさ。で、なんか、ほんと、それで、勢い向こうに流れ作られて負けた。日本はね、何国産 OS とかこういうさ、国産、シェンムー出んのか、シェンムーこういうゲームなのかな。まあ、無理だろうけど。ほんと、意外とできたんだけどな、なんか、ノリで楽しめるゲームだった。なんでこっちに帰ってきちゃったんだろう。てか、これ、徒歩で帰るぐらいだったらワープすればよかった。ガンダムとは違うのだよ、ガンダムとは。最近の技術でデコトラやりたいな。ねえ、フォルザがそんなゲームだったけど、あれ、これ辺すげえ汚染されてる地域じゃなかったっけ。いやいや、とりあえずこの枠まだでもあと10、あ、結構あるな。逆にジムの中にイデオンを混ぜよう。赤いジムがいるみたいな。あ、8人いる。まさに今フォルツって敵が近くにいる。なんだ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 、お前かい。仲良くなれないのか。ちょっと待って、超強い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 。走れ走れ。走れ。ああ、すげえ強い。こいつさっきもこいつで俺負けたの。こんなやつ危な。ジム神様じゃ。どうしよう、逃げた逃げた。そういうわけじゃないの。なんか二人になったと思ったら、お前味方だ。シュワブアセット買わないの。バーセクト、え、バー、あー、どうだろうね。まだダメだ。足破壊しとこう。そういうことか。ショットガンは、ショットガン犬に渡しちゃったかな。見えない画面が。どれがショットガンなんだろう。イデオンですね、わかります。ないないです。違う、これ違うよ。あー、違う。惜しい。あ、これか。なんか、何の音。体力まだあるよ。こいつやべえな。ガンダムの中にバルディオスを混ぜよう。
ガンダムとバルディオス似てるっていうか、なんか他にもいる。やばいなこいつ、今回も死ぬ。高台に登ろう。待て、これは男の戦いだ。そいつの装備ドッグミートにもらおう。こいつの装備ってなんなんこれ、どこ狙ってんのこれ。よし、あ、まだだ。足やった？そういうわけでもねえの。困ったライフル欲しいね。困ったライフル、いや、ある、あるよ。これのがいいの。てか俺よく見たらクリティカル、あーもうちょっとでクリティカルじゃん。いやークリティカルダメよ、たまんねえ。あ、たまってた。ちょっとこいつマジな。あ、アーマー来た。お前に着せ、どこ。ああ、自分のあだを取った。おい、やっと敵取れたよこれ。やっべ、強いよ。犬の後ろ、こいつが強さ的に伝説級ねえ。こいつが一番強かったわ。あ、オッケーイ、オッケーイ。大丈夫か、大丈夫か。いや強かった。あぶなかった。犬より弱い伝説、笑い。本当だよ、それは伝説だわな。伝説のアタックドッグ。そうよ、アタックドッグに敬意を払わないと。どこ行った、いた。もうでもなんもないよ、もう。持ち手が盲導犬っぽい。うん、そうなのよ。重いな。いる、なんかいる。あ、あれ、あの犬、あ、うちの犬かい。なんだよ、先回りすんなって。あった、あ、顔持っちゃった。いや、これいけねえな。持てた、テッカテカだな。ラスボスはさっきのワンコよりもっと強いんですかね。ラスボスとかがいるかどうかもわかんないからね、言ったら。だって自分の息子を助ける旅なんだもんこれ。あの、なんか、ま、大魔王復活とかそういう話じゃない。伝説のアタックドッグには遭遇したくないですね。ちょっとこれは、そうか、いる可能性あんだ。あんまり大したところに置けなかったな。あいつがいたから俺は帰れなかったんだ。そういうの、ワープしようとしてたんだよ俺。そしたら犬がいて帰れなかったんだよ。帰れた、帰れた。いやー今日大変だったな。今日戦いの一日だったな、朝晩と。さっきのワンコ供養してあげたいな。本当だよね、なんかないのかな。動き早いし、穴掘ってね、埋めるとかがあればね、そういうアクションがあれば人も埋められたりできるのに。動き早いし、マニュアルじゃ声が当たらない。うん、足狙うって言ったってさ、足補正しさ。そういやバッツ甲虫は無敵じゃなかったっけ。伝説のモンタレドッグ、敵無敵、いるからいるでしょうね。敵無敵じゃなかったっけ。何が、ねえ、ドクロ好き伝説のデスクローより波落だな。デスクローはだってボス級でしょ。穴も埋めたい。そうだよ、そうなんだよ。あそこのいい場所がさ、あのせいでさ、穴ずっと開きっぱなしなんだよね。いやー、このゲーム面白いけど、ちょっとレベルは？俺レベル上がったの、さすがに。上がってねえかーい。あとどんぐらい？あ、全然、なんかレベル全然上がんなかったんだけど。なんで？犬がすげえ、なんか大変なことになっちゃったな。持ちやすくなっちゃったな。とあるとこにはデスクロウヨウヨいますからね。サバイバル序盤で拠点前に伝説のデスクロウ出た時はビッグに建築します。サバイバル序盤？拠点前に？建築はでもどうかな。ちょっと待って、今なんか足りないものとかないの。クエストを達成したわけじゃないからな。
そうな、そっか、あれクエストじゃねえんだよな。分厚く宇宙は火ダメなしだった気が。あ、そうなの。へえ。いやー、今何時よ。9時。俺今なんかそんなにいか、あースーパーミュータントがなんかゴロゴロいるとこならミッションはあるの確か。あの水を見てこいっていう。その他って何？トリニティタワー。ん？トリニティタワー調査。トリニティタワー。今回は食らう。あ、今回食らうって。トリニティタワー遠いわ。どんだけ遠いんだ。もうこれさ、ダイヤモンドシティじゃねえかよ。あ、探す、いいね。いい考えだね。トリニティタワーはちょっと遠いね。ちょっと遠いっていうかさ、気が足りなくなる。ああ、ダメージあります。今回ダメージあるらしい。トリニティタワーなしで、でこれもなしで、これもなしで探そう。次枠探す旅かな。仕事っていうか、もう残り9分切りましたね。そうなんです。下の村マーク行ってもいいね。うん、下の村マーク、これ、あ、駅。いや、待て、まだ早い。まだ川は渡りたくないから、こっちに、右に攻めるわ。まだ俺右ここら辺とか行ってないし、ここら辺絶対何かあるし、何か出会いがあるはず。あと俺が送り込んだ人たちどうなったんだよ。二人じゃんか、まだ。あ、え？増えてないね。右の果て行こうぜ。右果ては無理だね。果ては無理だね。左は果て行ったけど、特になんもなかった。各村回ってラインつなぎもしましょう。そうだな。水処理場は大丈夫だと思うよ。あ、ほんと？敵が強くなるというドラクエの、違うのよ。川は怖いんだよ、なんか。ちょっと待って、なんかまあ、移していこうぜ。武器。これは薬か。拠点増やしに探索です。いや、そうね。新しいロケーション、スポットを探しに。215。ああ、これ大変だぞ。フレアガンいらねえかな。犬に持たせたものもあったな。あと、これなんかいらねえって言ってこの名前が長いレジェンダリーいらねえっていうか、弱えしな。右の果ては楽。いや、でもなんか、価値はめっちゃあるんだよ。ライフル、パイプ、あ、右楽なの。ショットガン持っていけば大丈夫。うん。ショットガン必要かもね。やっぱそこら辺の距離のあれがなかったね、今回。215いらん。売るか、パーツを取るのもあり。あれ、これがショットガンだった？価値高いのは。違う気がする。価値が高い。レジェンダリー、ああ、そうね。だから誰か有名人が持ってた武器みたいな扱いなんだろう。ショットガンか。ショットガンの中で一番強いやつ。これ何で調べれば一番強い？これ、あれ？これだ。なんでこれこんな強いんだ？ああ、弾が少ねえよ。これかな？ショットガン。ダブル、ショートダブル。ダイヤモンドシティは序盤で行ったけど大丈夫だった。あ、そう。武器が、伝説のレーダー。お前自体にで、あの、価値はないってこと？セーブしてなくね、俺。男なら武器は拳1個で十分しょ。そういう時代じゃないからな。相手がそれでいいんだったらいいけど、相手は思いっきし武器持ってるからな。どこだ？これか。違うよ。この画面すぐ出ちゃう。ショットガン。アメリカは銃社会らしいですからね。ダイヤモンドシティに行ってからが始まりと言ってもいいね。クエスト量もすごいし。ほー。あ、そうだ。鎧。まずはダブルバレルショットガンだね。あれをなんかもうちょっと使いやすくしたいの。種類も出る。相談数の多い別の種類。ここの世界か。マジか。
へえ。ちょっとここら辺でいいや。あとなんか俺持ってんのかな。てかこれこの枠内は整理枠だなこれ。完全に。あーこれかこの食品庫。食品庫はこうか。これなんだ。あーこれか。いらん。いやー調理しよう調理。ぬかコーラもいらん。いらん。調理できるやつ。あーっと、メンタスはそこじゃない。あれ？あ、これ一つなんだ。夕派食区。北斗。何？なんもない。はい。どこどこ。なんか、あれ経験値結構溜まった？あ、ない。もうない。ライトついてんな。で、総重量が。食品は作業台に入れた方が調理にそのまま使えなかったっけ？あ、そう。はい、息子、お取り戻せ。頼むから。邪魔。邪魔よー。マヤラークうまそうね。でもなぁ、汚染されそうだよなぁ。ん？あ、え？ソフトシェルマヤラークなく、これなんか調理ができてなくない？なぜだ。放射能の味がしそう。そうよ。これなんで調理できないんだろう。料理によってもらえる経験値違うんですかね。2個いるんや。2個いる。必要だと1個だけ余る。2個いるのか。じゃあ1個しまおう。そういうことね。1個じゃダメなものがあるんだな。汚染されてる。汚染されてる。血液パックと俺どこ入れたろ。違う。いや、多分全部あそこだな。あ、薬だな。薬と一緒だな。こうしておくと楽は楽だけど、やっぱ若干時間かかんな。しょうがない。いらん。ジェットも正直いらないんだよな。使ったことないしな。なんか使っ、そんなに、これから使うようになるのかな。これから薬漬けの毎日。で、時間は。何でも食える。うん。なんか放射能入りの飲み物昔外国に本当にあったらしいな。本当に？マジで？薬品使ったことないな。うん。サイコジェット作ろう。うん。ああ、そっかそっかそっか。まあなんか一個次のやつ作っちゃえばいいのか。いやどうしよう。次枠はやります。次枠ちょっともうちょっと右を探索する。旅に出る。薬物はガチの友と戦うとき使う人もいる。痛いね。ほう。薬漬け日よりジェットは強いぞ。この人たちのために本当に素晴らしいことをした、うん、汚染された体はまだいいわ。で対ボス用お薬サイコジェット。うーん、まだ俺ボスっぽいやつと戦ってないもんなきっとな。あ犬の中のもの出してない。犬から出さなきゃ。さあ、そんなわけで次枠です。次枠が最後かな。欲しいか。一枠があっという間だ。なあ、溶けていくよ。あ、お疲れ様でした。はい、お疲れ。ボスでした。次枠です。早いな、本当に。久々だな、このなんか早い感覚。お疲れ様でした。はい、お疲れ。時間がバターみたいだ。どこかへ垂れ流しになってるよな、タンクが。また朝流行るんすか。朝、いや、わからん。起きたらやっちゃうかもしれない。ただ、そうね。今日、そうね。寝る前に運動して。
おい。和骨です。和骨です。和骨です。失礼、ごめんなさい。やべえの持ってたな。はい、引き続きよろしく。和骨です。和骨。はい。あ、てか俺なんか余計なもんいっぱい持ってね。あ、いや、そうでもねえな。いや、これいらなくね。あ、いや、待って。犬に持たせてたのかな。なんか画面が明るくて見えねえ。これがすげえ強えかも。深夜の運動、意味深。うん。あ、でも重いわ。重いわ。エアロバイクに乗るんです。こいつ、ここでよくやってんな。で、ちょっとか、いらん。215。和骨です。和骨です。ちょっと待ってね。放射能で思い出したんですが、キュリー夫人は、うっすら光って綺麗だから、って言ってラジウム鉱石をポケットに突っ込んで持ちほ。そういう話は結構昔の話ではあるよね。ちょっとさ、わかんなくなっちゃったな。放射能の下に植物があっていう話をたまに聞くことがありますけど、結局大体のものは放射線出しちゃってるから今更感が知らずに、ね、まあ、ね、まあその量だったりとかだよね。いらん。俺さ、さっき、あ、ショットガンってどっかに持った、あった。あと犬からもらったもんなんだ。いや、むずいわん？ああ、そうか。言っちゃえば人体からも放射線出てるらしいですからね。出てないものなんかないんじゃない？その、まあ。銅が足りない。銅足んないね。ワンちゃんの名前はなんて言うの？ドッグミート。なぜかわからん。名前つけたりはできないっぽい。月にはつけられん。いつもの。へへ。強制ドッグミート。ねえ、なんかそんなんだよね。めっちゃ軽くなるよ、これ。犬肉。なんなんだろうね。なぜかそれに勝手になっちゃう。なんかめちゃめちゃ弱くなるの、これ。ああ。名前的に非常に。短くなるからね。重くなっちゃう。うん。あ、作れない。シリーズ共通ドッグミート。あ、そうなんだね。ずっとなのか。ちょっとこれ使いたいな。核物質にも使うの。誰か湧いたぞ、また。これはもうほんといらん。せめてドッグミートからドッグのドとミートの M でドムに変えれたら。なんだって。ドッグミートハマットマックスが元ネタだっけ。そうなんだ。海外版は登録されてる名前なら主人公の名前をコズワースが呼んでくれるらしいからな。ほうほうほう。グローで十分かな。あ、そう。いや、なんかちょっと命中率を上げたいなーっていうのがあったけど、ソードオフショットガンにすると弱くなっちゃうのか。まあ自分で手で打つにはいいんじゃない。一応つけてこうかな。ダブルバレルは弾数に初出し、なるべく威力上げたいところだが。そうなんだよね。よし、行こうか。ドムってピチュリそうですな。なんだって。現実だと所持すると違法総豆腐。あ、なんで。より広範囲に。うわぁ、なんだこの虫。和骨です。これ何、聞いてねえぞ、こんな虫がいるって。あ、トンボか。
トンボかー。ちょ、複眼、複眼が超リアルなんだけど。あふれる世界って想像符が似合うんですかね、わら。わかる、複眼のリアルさ。近距離の強い武器が欲しいな。犬よ、そうだね。いや、まあ、事故るっていうか、弾が散らばりすぎてやっぱ人道的じゃないみたいな。武器なんか全部人道的なのかな。おい、ルーカス。一番いいキャップの使い道は、ここのアーマーで身の安全を守ること。アドバイスは無料だ。もう一度考えさせてほしい。どうかなってしちゃった。なんでなんで。ルーカス。何がしたい。マーケットにいるなら、いい値段のアーマーがある。いい値段のアーマー。取引どれだ。これか。もちろん見てみるよ。ここは値段が安定している。確か、殺傷能力が上がるとかそんな理由だったような。それだけの理由なの。へえ。伝説あんじゃん。頭のアーマーすげえ。頭のアーマー、もう裸のナメプだから。あれ、耐久、違う、腕筋力と耐久力が1増加。 1? なんかすげえなこれ。高っ。いや、違う。いや、高い。あ、高いわ。え？桁が違うけど？ 14,800、ファミコンか？ちょっと待て。高いんだなぁ。お、なんか違う方来る？これ欲しい。これなんてゲーム？フォールアウト4。ファミコンはら。ファミコンと一緒だよ、値段が。とりあえずちょっとお金は無理だね。違う。また追い出された。なんでなんだろう。仕方ない、また人数的には変わんないよ。プレミアム会員なんだっけ。こい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 。結局ここ人数変わったの。変わってない。防衛が足りない。なかなか来ないね、人ね。自分は一般です。あ、一般か。もうだったら仕方ないわ。それは仕方がない。追い出されないけど。アンテナ立てないと増えないよ。いや、違うの。なんか俺の町から向かわせたはずなんで、ここに。なのに来ないんだ。圧が足りない。嘘。そんな理由。ゴーグル分からんな。さあ、じゃあ行こうか。電気消せなくなっちゃった。電気消せなくなっちゃった。なんで。あ、消えた。で、北へ。ラインは行き来してるようなもんだから、そこにいるということでもない。なんかキャプツバさんの枝になった。どういうこと。この村に向かわせたはずなんだけど。移住させたのか。そうそう、供給ラインとは別に。供給ラインだけど、あ、供給ラインっていうのは別なの。関係ないんだ。供給ラインはこれ移住するわけじゃなくて行き来する人なんだね。移住ってできんの。置いたら殺すぞ。おい、ストランド州。違う、できないかな。あ、もう置けるじゃん。これもしかしたらもう繋がったってこと？これは。これはこれで。うるさいな。なんかもそ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 言ってんな。ここじゃないんじゃないか。なんてゲーム？電波悪くて聞こえなかったです。フォールアウト4。タイトルに書いてあるんだろ、放送ワークの。発動と4。追い出すぞ、お前。わざとだろ、それ。電波ってバカにしてるのか。タグワラてか、ちゃんと放送の枠名に名前書いてあるんだろうよ。どんだけ親切なんだろう。初めて見ました。おう、わざわざ俺が FO4 とか書かないでちゃんと書いてんの。電波の流れが詰まってて。大流、昔大流見てたな、ネットの。
ネットの滞留を見る仕事だったわ。メールの滞留だったけど。わら、のどかなゲームですよ、にっこり。で、危ないね。なんかちょっとありそうな。降りられるのかな、無理だな。ここ危ねえな。ちょっと待って、どうやって行けばいいんだこれ。降りられると、そんなのあったんすか。滞留、滞留を見る。ドコモとかソフトバンクとかのメールが詰まる。何もない。あ、なんかある。すいません、嵐ではないです。これってリアルな動物の森だろ。そうだね。なんか人死んでんな。ビッピックマンの名刺。弱そうだ。なんか爆弾さんになったな。何取った今。あ、またやっちゃった。これどうしてもこれ開いちゃう。キノコだ。キノコがいるってことはラットがいるってこと。これ犬が来た。あ、ビッグマンか。動物デスクロー神スーパーミュータント。あー、なんか出たよ。何か出たよ。メッセージはないか。いや、なんか今変な、ビッグマンに見えた。なんだった。おい、持たせよう。あー、ビッグマンの名刺。名刺じゃねえだろこれ。え、2つあってしか。ビッグマン別クエクトじゃなかった。わら、わからん。この犬の背中にバズーカ乗っけるんですね。乗せたいね。それが出るのは珍しいはず。なんか出たわら。エロ本みたいな。ランチボックスからそれが出るのは珍しい。なるほど。なんかランチボックスって取ったとき必ずメッセージ出るけど、何かあるのかな。わからん。後々会えるよ。え、後々会える。あ、へー、これな。あ、終わりか。この家は何だったん。このピックマンなの。ピックマンち。名刺はアイテム選択から読めなかったかな。へえ、調べるじゃダメなのか。豚男？わからん。あ、ある。読む。ビッグマンなのかこれ。読めねえ。ビッグマン見つけられるものなら見つけてみろ。なんかちょっとあるな。見つけられるものなら。だよ。ビッグマンだ。俺が行きたかった場所はどこなんだ？あ、こっちだ。鹿もいねえぜ。この橋くんの初めてだな。今年はスキー場は儲からないんですかね。いやー、だって雪、友達スキー行ってたけど、写真が送られてきたけど、スキー場の周りの山全部雪かぶってないもん。スキー場だけいびつに雪がかぶってる。なかなかユニークなやつだった。マジか。ビッグマン。だんだん寒くなってきましたが。いや、今日寒いよ、ほんと。お、なんかあるね。違う。え、どっち行けばいいんだろうこれ。長えなー。てかこれめっちゃ行けんじゃん。でしょうね。そうだろうな。今年は雪多いかもって、近所のタイヤや煽ってたのに。メントス。メンタスってどういう薬なんだろうね。失礼。暗くなっちゃうよこれ。罠も特にないし。あ、終わった。スーッとするやつでないよな。大まかに言えば覚醒剤だよ。覚醒剤。あ、何、爆発物が入ってるって。甲羅に入れるやつか。メントス。しばらく食べてない。今季の冬は初め頃にエアコンぶっ壊れて大変だった。
死ぬよ。夏はともかく冬は死ぬよな、暖房っていうか。みたいなものか。覚醒する薬だよ。この先が危ねえ。この先ちょっと行けねえな。なんか今見えた？なんかここバグってる。ちょっと寒いのに暖房つけていません。そちらには進めないって書いてある。一番コスパいいんだろう。世界の端かな。うん、マップの端だった。ミンタスはエント上がったりするからフリスクみたいなものと思ってた。そういえば自分の学校は2年生にスキー合宿があるんですが、うん、今年は雪が降らなくて中止になっちゃいましたね。その代わりどっか行くとかないの？北の、そうだった。端っこだった。あれが世界の端です、このゲームの。だ特にないだよね。ないっちゃない。あら、これ降りられるか？いやー、どうかな。橋の下から。いけるね。あー、落ちちゃった。危ねえ。危な。こっちに進んでみようかな。多分特に何もなしに休みになるだけですね。たまひゅん。びっくりしちゃった、今。意外と落ちたよ。こんなくらい、あ、なんかいた。レイダーやべえ。またドンパチ？嘘でしょ。犬行っちゃうんだけど。レイダー寝てんのかな？寝てるわ。お前たち、のんきだね。どうしようかな。どうなってるのか全然見えねえ。発電機あんじゃん、欲しいね。そんなんもらえたらいいけど。なんかレイダーが永遠の安らぎを与えてやろう。ブーマー、ブーマー、ブーマー、ブーマーってなーに。ブーマーってあたりは結構広い。そういや、ブーマーって誰暗殺できるスキル発動したことないな。あー、ここか。やべ、バレた。いや、やべ、セーブしてね。カリアとか行って行って、カット打った。ちょっとあ、何ここ。あ、特に何も取ってねえけどさ。へえ。一撃、笑われ。なんかやっぱタッチダウンって言われたね。何が、ぬからん、ぬからんちゃう、ぬかこららんちゃう。初手に浮くかな、わら。なぜこれでタッチダウンという実績なのかわからん。あ、ここよかった、よかった、ここで。アメフトかよ、わら。一発死だ。じゃあ、こっちから攻めるってこと？しめやかに爆発死さん。なんであの、実績は。カタ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 。レイダーの、さよなら。住みかか。恐ろしい世界やで。ねえ。核撃たれて。じゃあ、ここかい。やばいじゃねえか。てか、さっきのブーマーって何、何なんだ、あ、え、人工、人工なんだろう。こいつか、点滅音が恐怖になる。ピューンじゃねえよ、お前。超怖えよ。これだな。なんか担いでるな。ピューンって言ったぞ。コントかよ。ブーマーどこ行ったんだ。万歳、元気か。どうなってるのこれ。なんか見え、なんだこれ。あー、岩の向こう。なんかちょっと来てる来てる来てる。そう、ギギアーズっぽいよ。なんだ俺、あいつパワードスーツか。そういう人には見えなかった。じゃあこれで行こうか。ここには来れないらしい。来たじゃねえかよ。あとちょっとで溜まるから。ダメだ。あとちょっと。もっと簡単に溜まるやつですね。こっちだ。弱いね。別に強いわけじゃん。ブーマーどこ、ブーマー。ブーマーいない。犬が来た。で、
ブーマめっちゃ強いぞ。なにこれ、なんか頭ちょんまげついてんの。ダメだ、銃が違う。失礼。なんか撃ってきたな。ベストフォーゲットにもブーマーっていましたよね。嘘。あいつか、いたいたいた。何が？あら？そういえばマリオ RPG にもブーマーっていたな。ブーマーいっぱいいんじゃねえかよ。ちょっと変なとこから来た。おいブーマーだよ。違うじゃん話が。めっちゃ強いわ。お笑い芸人いた。体力を見よう、体力だけ見よう。ブーマー呼ばれた気がして。お笑い芸人でいたな。つまりブーマーは世界共通言語だったんだよ。なんだって。相手の体勢とかが表示されるスキルあります。便利ですよね。ポンズでブーマーいたよな。知ってる。あとちょっとこいつさえ倒せば、こいつさえ倒せばいける。つか俺その鎧着たい。おい、なんでこれ。おい、私もブーマーと聞いてお笑い芸人思い出しました。いやまあ世代的にはそっちだわな。なんだっけあの人たち、肩書きみたいなやつ。いいですね、たまりますね。よしよしよし。違うんです。あとどこ？なぜか死体からはフレームが取れないんだよな。じゃあどうすればいいんだよ。すればいいの。ブーマーっていうのはつまり爆発音を出す人みたいな意味。あ、そうなんだ。そこからやってきた。なんだ、あーなんか地獄のなんだ、あそれは金谷秀幸だ。なんだっけこれ、かっこいい。まあたまに道端に置いてるよフレームは。そんなことがあるの。高いからもらっていこうかな。暗いな。いいのかそれで。わらたまに道端に置いてある。そんなバカなことが。死体から取れないの。どこ行ったよ。しかもよ、どこ行ったあいつ。いた。あんなにも、てかまだいるじゃねえか。なんだパレットかよ。地獄の砂付近。あ、全焼、全焼基地ってどういう意味。ぬかるまんちゃん来た。軍用車両とかが置いてあるそばにアーマーだけ立ってたりする。いや、パイプピストル弱い。あるじゃん、レイダーパワーヘルメット。なんかものすごい強いようだけど、なんか変だなこれ。なんか変だな、これ武器みたいな表示だよね。あるじゃん、取れるじゃん。外につけるアーマーだけは取れる。え？そういうことじゃないの？あ、なんだこれ。でもこれは取れないってこと？あ、え？このアーマーって俺が持ってるアーマーと同じアーマー？外装は普通に剥ぎ取れるけど、それをつけるためのフレームは取れない。へえ。フレームがないから外殻だけ持って運ぶしかないのよ。ちょっと待って。本があるし、ワークショップがある。最後、縫い針が指に刺さった。悲しい。なんで縫ってんのよ。夜の間に与えるダメージが 5%。 夜の間、ちょっと待って、タレットがさ生きてんだよ。タレットどこ、え
ここも居住地だね。嘘、タレって俺のもんなの？どこよ。はあ、でも敵のマークなんだよなあれ。もうあと5分か。え、あ、フレーム取ってもぬすっと扱いになる模様。フレームを取る、フレーム、てかもうこれ俺のもんになっちゃった、まさか。待って、あ、俺の場所だわ。フレームって何？これのこと？ゲート。ちょっと動かせないんだけど。なんで動かせないの？場所変えたいんだけど。へえ、こんな場所があるんだ。てかもう5分か。水もあるし。あれ、ここなんか結構充実感あるね。結構いろいろ揃ってていい住居。ね、寝床も2つあって。ちょっと発電機うるせえ。注意した方がいいかも。そのフレーム。え、なんで？え、あのタレットも自分、俺のもんじゃないの？ちょっと寝るか。へえ。PA のフレーム。PA。フレーム取ってんの、取ってんの。ハッキングできればな。てか。あ、これか、発電機止められるんだ。パワーアーマー。パワーアームのフレームって何？え、あ、しゃがめばスリーできんの？違う、取っちゃったよ。今度ここになんか、てかもう時間ねえや、時間ねえ。いらん。これは何なのよ。やばい、これ終わるぞ。いいや、よし、じゃあ2分か。4日目は、じゃあ今日ここまでだね。なんかちょっと、まあ、あと2時間くらいやろうと思ったらできるけど。アーマーのフレームはアーマー外した状態のあれ。うん、アーマー外した状態のあれ。この人のこと言ってんの？ここをキャンプ地とする。ここでセーブしとこう。あ、ここベッド2つあるもんね。帰んなくていいか。まだ探索しなきゃいけないしね。もっと先に。あと1枠やろうかな。どうしようかな。なんか全然、だって、乗れるやつのこと言ってんの？え？何のこと言ってるのか全然わかんねえよ。ごめん、わかんない話が。見るよ。もう1枠だけやるか。ポンプあるし。こうして削られていく所長の。たださ、違うのよ。もう一枠やるじゃん。なんかとんでもねえ事件に巻き込まれるじゃん。やめらんなくなんじゃん。な。何が？犬が撃たれてる。どうすんだよ、これ。痛い。これ何タレットちょっと待って。俺のタレットじゃないの、これ。壊すしかない。破壊しかないね。破壊しかない？行って、これ体力わかんねえ。壊すしかない。犬死んじゃう。じゃあ、壊すのはまた。いやー、やりてえなー。このゲーム。あと1枠やろっか。ダメだもん。睡眠時間をプレイ時間に。いや、いいのよ。でした。いいじゃん、ちょうどいい時間的に。わかるわ、うん。もうやるわ。あれを壊して。お疲れ様でした。オスでした。やった。近接武器がちょっとないのが気にくる。痛い。近接武器どこにあんだ。もっと右行こうぜ。ね、そうなのよ。右行ってねえんだよ、俺まだ。